上川大臣は18日、核軍縮不拡散をテーマにした国連安保理の閣僚級会合に議長として出席しましたこの中で上川大臣は核軍縮の行動計画、広島アクションプランを具体化するため 兵器用核分裂性物質生産禁止条約の交渉開始へ向けたフレンズ会合を新設すると表明しましたまた国連のグテーレス事務総長は広島・長崎の被爆者は平和を伝える偉大な生き証人だと述べるとともに核保有国は核軍縮への対話に応じていないと批判しました